天のくれげ日記始まるよ。登録者1000人目指してます。チャンネル登録よろしくお願いします。どうも天です。今回は再販のセーラームーン撮っていきたいと思います。ペラワ設定であったので、あのペラワ設定で4つチャレンジしてきました。僕はペラワ設定が苦手です。かなり苦手でいつもはやらないですね。なんですけども、まあ、練習も兼ねてちょっとやっていこうかなと思って挑戦しております。結構1手目やってみて動いたので、まあ、そのままチャレンジしてるんですけども、結構動きはいいですよね。はい、かなりギリギリに入りましたね今。あ、これはですね、なんかあのペラワのくびれみたいなところに入ったら結構動かすことができて、思いもよらぬラッキーだったんですけども、これはかなり甘いですね入りが。これは動かないです。やっぱりペラワって本当に距離感が難しいというか、結構押しもこんな感じで強かったですね。その距離感が難しいから結構苦手意識があるんですよね。はい、1個目は13手でゲットできました。では2つ目いきたいと思います。こっちも動きはいいですね。いい動きで1手目でかなり動きました。2手目もいい感じ動きましたね。はい、結構いい感じ。押しはまだ早かったですね。でもなんか前に行きました。これはミスですね。やっぱり何回かやってると結構ミスも重なってきたりしちゃうんですよね。ここまで来るとちょっと動きが悪いかな。まあでもちょっとずつ前に出ますね。ちょっとずつ。まだ突きで落とせない。本当にちょっとずつ前に出ております。あー、もう落ち、まだ落ちない。いやー、でもこれは突くアームが反対の可能性もありますね。右アームで突いたらもしかしたら落ちてたかもしれない。でももう突きを使わなくても落ちそうな位置に来ているので、そのまま落とし切りました。はい、では3つ目いきたいと思います。ここがですね、一番厳しかったです。他のやつは結構1手目から動いたんですけども、あんまりなんか動いた印象がなくて、多分重たいのかな。ま、動いてはいるんですけどね、動いてはいるんですけども、今のはミスですね。ちょっと動きが少ないかな。多分重さだったと思うんですよね。はい、こんな感じでただただ続けていくんですけども、やっぱり穴に対して結構ギリギリに入れることができた時はかなりいい動きをしたんですけども、そうじゃない時は本当に動かないぐらいな感じでしたね。動いてはいるんですけども、なんかその場でくるくる回ってるような感じですね。やっぱり先の2つに比べると動きは少ないように感じます。まあでも奥側がだいぶ出てきてくれてるのかな。まあでも動いてくれてはいるので、なんとかこのペースで、でもまだ角が出てきてくれてないんですよね。
まあ、一応右側の手前の角はちょっとまあ出てきてくれてはいるんですけど、まあ押しもまだですね。お、でもちょっと動いてるかな。ちょっと単純にペラ輪を狙ってみます。まあ動いてくれてるっちゃ動いてくれてるんですけどね。ちょっと戻ってしまいましたね今の。あ、今のは全く動かず。これはどうだ。ここまで来たんですけど、こっから本当に微妙な、これはミスですね。あとちょっとが落ちない。でもだいぶ出てきてるのか、揺れがだんだん激しくなってきましたね。ちょっと穴に入れただけで結構揺れるように。はい、なんとか最後は月で落としきりました。で、今の方が重たかったので、まあ同じブースに入っているこちらが軽ければ簡単だろうなと思ってやってみたら、やっぱり案の定結構動きが良かったんですよね。こんな感じ。これで2手なので、はい、どん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 前に出していきます。やっぱり軽そうですね。はい、結構いい動きですよね。これだったら全然ペラ輪でやるのもありかなっていう。はい、いいとこだいぶ出てきましたね。で、最後はということでゲットすることができました。ということで、まあ、かなり金額がかかってしまったんですけども、まあ、無事にペラ輪で4つ取ることができました。ペラ輪はしばらくお休みしたいと思います。ということで今回の動画はここまでとなります。次、皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。テンゲームズではゲーム配信もしてますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。